ちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。翻訳をやってる森村さんに一言お話をお聞きしたいと思います。こんにちは。こんにちは。今翻訳ということだったんですけども、英語の本を訳しているということでいいんでしょうか。そうです。英語です。その本は何ていう本でしょうか。はい。面白かったら。はい。イギリスのP.G. ウッドハウスというユーモア小説家の訳したジーブスシリーズを中心に訳しています。なるほど。今ちょうどウッドハウスということで、話題になってるんですけども、もう何年前にそのウッドハウスの訳を、お授かったんでしょうか。ですね、もう15年前になりますね。もう今も。そんなになっちゃうかって感じですけども、2004年に始めまして、2005年に第1冊目が出まして、それで今日に至るというような感じです。もちろん千曲出身ということで東京へ出て行かれまして、それで英語が得意だったから、英語という世界に入ったんだと思うんですけども、そのウッドハウスとの出会いは何だったんでしょうか。結婚して夫に教えてもらいました。結婚して泣いてばかりいた時に夫に笑える小説、楽しくなる小説が読みたいって言ったらば、3編だけ出してくれて、それで読み始めました。ちなみに外人さんってわけじゃないんですよね。私ですか。夫ですか。夫日本人です。だから旦那さんからの参考というか、差し出していただいたのがそうです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 。そして役をやり始めて、もう全巻を翻訳するに至ったと思うんですけども、翻訳するってことは先ほどの話にもありましたけど、その小説書くよりも日本語にこう書き表すことがすごく大変なんじゃないかと。今度は小説どうですかなんていう話もありましたけど、これはどうなんでしょうか。いや、書く方がもう絶対的に大変だと思います。私は翻訳をするのはすごく好きでして、楽しいですし、でウッドハウスの翻訳っていうのは文章がすごくいいので楽しいんですよ。だから本当にモーツァルトの歌を歌うようにウッドハウスの翻訳を楽しくしているっていう感じなので、誰にでもモーツァルトの曲が作れるわけではないし、ウッドハウスのように書けるわけではないので、小説を書くのはまた別の話ですよっていう感じしますけど、ウッドハウスっていうのは話題とかユーモアしたその内容ということだと思うんですけども、その日本語に変えるっていう段階でなんか困ったことっていうか、飛躍っていうか、ここ私ちょっとかなり持っちゃったかななんていうような、振り返ってみてあるんでしょうか。難しい質問ですね。そうだな。例えばライトオーってみたいなのがなんかな、どう訳してるのって外人に聞かれるような言葉があるんですけど、それはなんか日本語で耳障りのヤッホーとかにしちゃってるし、なんだろう、私は結構直訳派なので、書いてあることはあまり省略しないで訳したいんですね。だからあんまり盛らないで、それで読んで笑えるっていうのが一応私の理想なのです。でもウッドハウスの場合はストーリーの面白さっていうのは、これは翻訳に関わらず分かることだし、あと言葉の選び方とかの面白さっていうのは何だろう、そんなに頑張ってないんですけれども、私はたまたま合ってるのかなって思います。その微妙な起伏っていうか、すごくアップダウンの大きな文章なんですよ。で、一つの文章が長くて息が長いんですけれども、私は割とそれ楽しく訳せちゃうので、合ってるんじゃないかなって、合ってると思ってもらえるといいなと思っています。そのウッドハウスの笑いってどんな笑いなんですかね。一言で人を傷つけず貶めず明るい笑いです。なるほど。人を幸せにする笑いです。なんかそれを読んで毎日が楽しく終わったり、また朝それを一言読むことによって、なんか一日が楽しくなるような、なんかすごく楽しい読書かなと思うんですけども。そうです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 。だからたくさんの方々にウッドハウスを読んでいただいて、もっと幸せになってくださいっていう感じです。本当に眠る前に涙に触れながら眠るよりは、ウッドハウスを読んでにっこり笑ってお休みくださいっていう感じです。してもらったんですけど、これ例えばですね、この後ろに書いてあるお城も実物なんです。これノーフォークにあるハンスタントンキャッスル、ハンスタントンホールって言われるお城なんですけれども、モデルがあるんです。この作品のを書いてた時にウッドハウスが滞在して何度も行ってたお城のこれ絵が描いてあるんですね。で、私はですね、その調べるの好きですし、あとやっぱそこに行かなきゃわからないことっていうのがたくさんあるので、できるだけ行くようにしてます。だからこの中にもいっぱい書いてあるんですけど、ロンドンの作品の舞台とか、作品の舞台になったお城とか、ウッドハウスの行った学校とか、そういうのは行くし、あとこの前10月にアメリカに行った時にも行ったんですけども、ウッドハウス晩年はずっとアメリカに引っ越してしまって、アメリカで亡くなってるんですね。でニューヨークのロングアイランドっていう大きな、半島があるんですけども、そこに20年くらい奥さんと犬と猫と一緒に暮らしてたんですけども、そこは私アメリカに行くたびに必ず行くことにしてまして、そこの教会にウッドハウスのお墓もあるんです。でウッドハウスのお墓にはアメリカに行った時には必ず行ってお花をあげて、あとお水かけてくるっていうのは必ずやってますので、それはやっぱり何て言うんですかね、敬意の表し方というか、やっぱそうしたいっていう感じなんです。ここにお墓の写真も出てるかな。先月行った時はもうだいぶ秋が進んでいて、でこの本の中にもロングアイランドのことも書いてあるんですけども、これウッドハウスのお家で、ウッドハウスのニューヨークの家とか全部私の撮った写真で、これはちょっと違うな。あとウッドハウス本当多彩な人で、ミュージカルもいっぱい作ってるんですね。1910年代のアメリカのニューヨークのブロードウェイでいっぱいミュージカルも作ってまして、コール・ポーターとかジェローム・カーンとか有名な作曲家といっぱい仕事をしてるみたいな。だからその劇場街もウッドハウス絡みで歩くと楽しいし、これがウッドハウスのお墓で、ウッドハウスのお墓のある教会。何度言ったか分かんないくらい言ってるのでなんですけれども、あれですよ、私の場合は稼いだお金がみんなウッドハウスに積み込んでますので今回も車買いたかったんですけど、そのウッドハウス協会のコンベンションに行ってかなりの部分を使い果たしてしまいました。そういえば今アメリカすごい物価高くて、ニューヨークも1泊3万いくらするんですよね、ちょっとしたホテルでも。だからもう私の歩いた後はもう札束がこうペンペン草が生えないみたいな感じで、すごいお金使ってきました。贅沢してきたって意味じゃないですよ、普通に生きてるだけですごいお金かかるんです。ぜひですね、ウッドハウス本当に心と体と健康にとってもいいですし、長生きの秘訣ですので、ぜひもっと読んでくださいっていうのぜひウッドハウスの甘美と巧妙、スプレティングスイートネス&ライトというのが、ウッドハウスに出てくるキャラクターでフレッドおじさんっていうのが甘美と巧妙を振りまくのが自分の役目みたいに言うんですけども、私もウッドハウスの甘美と巧妙を世に広めるのがなぜか私の役目というか、勝手に引き受けて頑張っております。これからもウッドハウスの中で作品もう皇后陛下のおかげさまで続けて訳させていただけそうですので、どん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 訳していきたいなと思っております。本日はどうも皆様お忙しい中、私の拙い話を聞いていただきましてありがとうございました。登場人物っていうのは何人ぐらいいらっしゃる？そこに積んでありますジーブスの世界の一番後ろがとんでもない登場人物リストになってまして、ただちょっとナンバリングしてないんですよ。あいうえお順に入り口のに積んでおります書籍で販売しております「ジーブスの世界」という本がありますけれども、その最後のところに登場人物リストを作ってます。で結構、14作のシリーズの中の主要な登場人物だけじゃなくて、言及されるだけのマイナーな登場人物とかも挙げてあるので結構な数はあると思いますが、何人って数えたことないよ。ぜひジーブスの世界の後ろ側の登場人物表を見てやってください。私のようなものが感想を言わせていただくのは本当になんですけど、やはりここにお集まりの方々、ぜひやはりまだお読みになってない方々はご一読いただきたいっていう、もうその一言です。それで先ほどお話出ましたように私今日はねシリーズ買わせていただくつもりでおりますが、文春の方から入ってるんですね。でその訳し方のね、また違いなどもこれから読ませていただいて楽しみにさせていただこうと思っておりますが、本当に一つ一つの、短編もありますし長編もありますけれども、そのお話の最後にクッとジーブスが落とすそのユーモアっていうものは、やはり実際お読みにならないと説明しづらい部分もありますし、その貴族の生活ですとか、本当に当時の人々の生き方ですとか、働かなくても生きていける人たちっていうのがたくさん出てきますが、その何とも言えないその暇つぶしの感じとか、貴族の優雅さもありますし、いろいろ主人公だとかミスター・リトルたちが恋をしたりこういろいろしますけれども、その何て言うんですかね、当時のその文化を読む喜びもありますし。その生き方としてすごく違う世界ではありますけれども、スーッとその中に入っていける非常に知的なユーモアっていうものの喜びをいつ読んでも感じております。なので私はその文春の方から入ってますので、全てのお話読んでるわけではありませんので、森村先生のお訳になったまだ私の読んでないたくさんの部分をこれから読ませていただくのを楽しみにさせていただいております。ありがとうございます。森村さんとしては今後どんなふうにその小説含めて翻訳っていう仕事をどんなふうに進めていこうというような夢があるんでしょうか。せっかくこの美智子様のお言葉をいただいて、ウッドハウスに注目が集まってますので、できる限りたくさんのウッドハウスをこれからも翻訳させていただきたいなと、それによって世の中に甘美と巧妙、スイートネス&ライトを広めていきたいなっていうふうに思っています。ぜひ夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。これも入れて。